チャンネル、記念すべき、企画一発目に、粘土企画やりましたね。皆さん覚えてますか？はい、粘土やった、はい、粘土傑作品が、はい、今日は実際にそ、じゃあ絵を描いていいじゃないこれ、はい、絵心という絵心伝言ゲームをしていこうかなと思います。なので僕はチーだけにお題を出します。でチーはその僕のお題を絵にしてください。でその絵を今度はミユが見ます。ミユの描いた絵を見てマイリは何の絵を描いたのか答えてください。絵描くんやんな。もちろんもちろん描いて何々描いたよな。はい、はい、では一つ目のお題、簡単にパパッと出して、は用意スタート。それで1分ぐらいで、そもそもチーズやってエゴコラあったくて思い出して3、2、1、はい、では見せてください。あー、いいんじゃないですか。ほんまに、はい、ではミュー、ミューを顔を上げてください。あー、オッケーオッケーオッケー、絶対、あー、わかったわかった、はい、もう隠すから、はい、あとはもう隠すから、いいっすよ、前にこっち向いてて、ミューのサイズだけど、うん、ちなみに、僕今、チーの絵見ましたけど特徴は捉えてると思います。問題はそのミムの絵を見てたので、はい、1回挟んでるので、3、2、1、はい、そこまで。ではミーどうぞ出してください。あー、なるほどね、めっちゃ絵下手。ではどうぞ前に見て、ミムの絵を見てお題が何なのかを答えてください。ちょっと待って、あれしたかな。はい、はい、早いですね。では描いた絵とともにお題が何だったのか発表してください。ではお願いします。バーベキュー。じゃあミユちゃん行く。じゃあちなみにミユはそれ何だと思って描きました。お花見。お花見じゃあチー出してください。ピクニック。その通り、ピクニックです。うわー、くそー。くるわかった。あ、これもう、ほんま覚えてると思った。見返してると思った。これ、バーベキューセンターと思った。お弁当が何本あるやつ。特徴さえ捉えれば、分かってくれるんじゃないかなと思います。はい。では、まあ、これ大丈夫かな、これ大丈夫かな、めっちゃ無理ない、そう。では、2番目のチーム、おー、分かるよな、分かりました、うん、はい、では変えてください、お願いします。はい、ではチーの変えた絵を出してください。あ、いいんじゃないですか。ではミユどうぞ、チーの絵を見てお題が何なのかを変えてください。あー、分かった、 OK、 変えて、いける、これはね、意外と分かりやすいかな。分かった、え、それ上手かったやろ、うん、ね、めっちゃ参考にしてた。上手いやろ、うん、まあ、上手い。絶対上手いと思ってるやん。いや、僕描けないんで。では、お題が何だったのか発表してください、お願いします。その通り、節分です。よかったです。ちょっとマイリの絵出してもらえません？うん、見して。ちょっとめっちゃ優しいね。あの鬼のクオリティ。え、でも鬼のクオリティ。いやー、外やね、外におんねん。しかもなんかあの鬼が投げてる感じになってる。バチバチって言うと。カット。ミユの絵を見て組んでください。はい、ではマイリ、ミユの絵を見て
お題が何か探ってください。ちょっと本当に何これ何これ、よく見てください。めちゃくちゃトークもないです。優しいと思うね私。マジで何か分からない。10秒3、2、1。はい、では前に乗りよう。ちょっと土下座しなかった。ではチーマイルを見てお題が何なのか察してください。ではお願いします。察して。分かるかも。分かる。もうえ絶対これやな。はい、ではお題が何だったのか発表してください。お願いします。ピクミン。正解は隣のトトロでした。ちょっとこれ何、え、これあの多分さつきかメイ、さつきとメイ、いや、人傘上げた時のシーン、傘しか読み取れへんかったわ。逆にさ、よくこれ1分でかけたよな。この細かいパーツとか。確かに髪の毛とか服とか、では最後の、はい、これも特徴さえ伝われば。普通に一応心配やねんけど。あれじゃん、わかるわ。だからチーがミルの絵をちゃんと汲み取れるかって。それにかかってるで。私は無理やったもん、トトロ。はい、ではチー、ミルの絵を見て描いてください。わかりそう、ちーちゃん。では、うん、チーの絵を描いてください。お願いします。チーの絵を見てお題が何だったのか。え、待って、分かったかもしれん。お願い。生きるこれ、うん、自分でも分かる。マジで任すわ、マジで。ありがとう。はい、うまい。ではお題が何だったのか発表してください。お願いします。鬼滅。あ、待って、私じゃあ次言っていい。はい、ナルト。あ、じゃあ行きます。じゃあさっきに、じゃあ、あの、見せますよ。何だったのか当ててください。じゃあお願いします。正解はアナと雪の女王でした。あの、あれ、エルサの、エルサの城で、エルサのあれ女子で、雪の女王、なんかアナが凍った時に、あのエルサが見つけた時の顔。ちょっと言わせて、鬼滅もない。でも、それおしんちゃんにだって。ブリブリ、ブリブリザイモン。ほら、ふさいかければ、わかるかなと思ってね。でもすごいな、1分でよ、この辺で間違えない。すごいやん。いつも情報量多い。詰め込みました。絵心企画またやりたいと思います。はい、というわけで、はい、絵心伝言ゲームでした。